こういう感じのお部屋が近くの物件でもう一部屋ありまして。あ、え、あ、そうなんですか。どこ地が。もう一軒ですか。もう一軒。こういったケースってあるんですか。大阪市の統計によると、1日に3人の方が孤独死で発見されてるって言われてるんですけどもね。じゃあ今日我々が携わっている作業だけで、すでに2件の孤独死の現場を清掃させていただいてるということなので、いや、そうそうないですね。まあ我々ができることは全うしていくだけなので。こんにちは、関西グリーンサービスの亀沢でございます。本日は大阪市内の孤独死の特殊清掃の現場に来ております。お亡くなりになられた方は70代の男性、一人暮らしです。ご依頼者様は管理会社のオーナー様でございます。今回の現場ですが、遺体の発見が死後1ヶ月以上経過しており、腐敗がかなり進んでおります。季節的にもかなり夏に近づいており、暑い時期ですので腐敗する速度がかなり速いです。そのせいもあって、同じフロアの付近の住民の方から悪臭がすごいとかなり苦情が寄せられております。もう一刻も早く特殊清掃をして内装をスケルトン解体工事ですね、進めてくれということでご依頼を受けたまりました。では早速入らせていただきたいと思います。この時点でもうすでにかなり刺繍が漂ってます。では早速入りたいと思います。失礼します。お邪魔します。失礼します。まあ、こちらがお亡くなりになられていた場所ですね。まあ、おそらくですけれども、お布団の上で寝ている間に亡くなられたと思われます。こちらの現場ですけれども、もうかなり遺体の腐敗が進んでおりましてですね、まあ、死因はもう不明です。まあ、生活されていたそのままの状況ですね。失礼します。ワンルームでお一人暮らしの男性ということですね。まあ、ご遺体を見る限りは、まあ、中肉中背の方かなと思われます。ハエの幼虫ですね、ウジ虫の卵であったりとか、まあ、虫もちょっといますけれども、やっぱり遺体の腐敗が進んでいるのでかなり匂いはしますね。ちょっと変わってるのが、有機物とか肉が腐っていったりとかする匂いがこう刺繍なんですけれどもね、どちらかというとちょっとアンモニア臭の方がこの部屋に関しては強い感じがしますね。まあ、その人の生活ですね、お食事どんなものを食べて生活されているかとか、体型であったりとか匂いの質っていうのは人それぞれやっぱり変わってきます。今日はですね、中の動産類を全部撤去して搬出して、個人情報の分かるような貴重品とかは全てきれいに分別させていただきます。で、まあ、最終的にはこちらのお部屋を、こちらのユニットバスだけを残して、もう壁と天井と床ですね、もう全部剥がしてしまいます。まあ、そこまでしないと、もうこのマンションのフロア全体に刺繍が漂ってしまっているので、もう匂いが取れないですね。で、その後にスケルトンした後に脱臭の保存の作業をさせていただきたいと思います。まあ、大体 2,3 週間ぐらいはかかる作業ですね。失礼します。ちょっとめくってみましょうか。あー、結構いってるな、これね。あー、ちょっとお布団の下まで、かなりこのお布団が重くなってます。ずっしり重いというのは人の油ですね、いろんな体液、排泄物とか、まあ、血液もそうなんですけれども、お布団に含まれて重くなっている状況ですね。まあ、苦情も出ているということなので、できるだけ早急に片付けをしたいと思います。手前から
置いていきましょう。はい。結構几帳面な方だったんですね。だからいろんなメモ書きがたくさん。お買い物される予定だったのか、お買い物したものなのか。本当にここが、ここで生活されてますね。これが食卓のような形で、これがカセットコンロで、調味料とかもこの辺りに全て、ここで寝ながらここでご飯を食べるという。もう先ほど外での数値が370台だったんですけれども、この部屋に入った瞬間数値がどんどんこう上がってきますね。凄まじい勢いで周期計の数値が上がっていきます。こう窓を開けているのにもかかわらずすごい勢いで上がっていきますね。まあ、これだけちょっと匂いがきついということです。あんまり傾けたら水出てくる。はい、水飲ます。これじゃない。あ、電気毛布ついてたから、遺体の腐敗する速度がめっちゃ速かったんやわ。電気毛布ずっとオンになってるわ。はい、お願いします。順調に進んでおります。ありがとうございます。この調子でしたらあと2時間もあれば、はい、もう全部片付くかなと。お部屋の残地物はなくなると思いますので、はい、それでなんですけど、はい、なんかね、こういう感じのお部屋が、はい、近くの物件で、はい、もう一部屋ありまして。あ、え、あ、そうなんですか。それもちょっとお願いできないかな。あ、わかりました。行けますか今日。今日ですか。一応あの鍵にね。ああ、そうですか、わかりました。はい、はい、今見れる状態。あ、見れる状態なので。わかりました。ちょっとまた見ていただけたらなと。承知いたしました。はい、すいません、ではお預かりさせていただきます。あ、はい、はい、ありがとうございます。では物件の方を見させていただいても、同じように片付けたいんですか。はい、わかりました。はい、では早速行かせていただきますので。ごめん、じゃあちょっともう一軒今から見に行くんで、はい、近くのマンションらしいんで、はい、孤独死があったみたいなので、はい、もう一軒ですか。もう一軒ちょっと見てきます。わかりました。はい、はい、ではお手数ですけれども、ご案内いただけますでしょうか。お願いします。お願いしたいのは、はい、お部屋の中身の、はい、まあ、撤去。はい、全撤去。全撤去。はい、一旦ちょっと見ていただいて。はい、わかりました。このマンション。あ、こちら。はい、なります。はい、ここに。はい、ここのお部屋。はい、ここの部屋でも、はい、失礼します。お邪魔します。ちなみに死因とかは何で亡くなったとかってご存知だったりされます？死因は聞いてなくて、はい、まあ、事件性はないって警察の方がおっしゃられてて、はい、同居人の方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その方がしばらく連絡取れないなと思いながら戻ってこられたら、まあ、亡くなられてた。あ、なるほど。これちょっと拝見させていただきます。だいたい死後どれぐらいですか。こっちは2週間死後2週間聞いてます。あ、なるほど。ではもう今日中にこちらのお部屋の遺品整理も
全てさせていただきますので。入居者さんのこちらの場合は契約者さんがいるので、はい、その方と直接、あ、分かりました、はい、やり取りしていただければと、はい、承知いたしました、はい、では早速作業に取り掛かりますので、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。あ、お疲れです。お疲れ様です。ちょっと緊急でもう一部屋近所のマンションやねんけど、死後2週間の孤独死が発生してて、あの今日中にの作業してほしいっていうことやねんか。はい、もうそうですね、まあ、まあ昼からもう一件という感じの、はい、はい、分かりました、はい、はい、まあ、なんとか向こうも収まりそうなので、ここからこっちの物件着手したいと思います。ちょすいません、このこういったケースってあるんですか？いや、そうそうないですね。なかなかないですね。大阪市の統計によると1日に3人の方が孤独死で発見されてるって言われてるんですけれどもね、統計のデータで、まあ、平均で平均を取ると、まあ、それで考えると、じゃあ今日我々が携わっている作業だけですでに2件の孤独死の現場を清掃させていただいているということなので、まあ、なかなかすごいことですけれども、まあ、我々ができることは全うしていくだけなので、まあ、しっかり清掃させていただいて、お亡くなりになられた方が極楽浄土で成仏できるように清掃させていただきたいと思います。1件目の現場はですね、布団に電気毛布がスイッチがオンになってたんですよ。その上でお布団が熱さられている上でご遺体がずっと放置されている状況ですので、それはそれは腐敗するスピードというのは ものすごく早かったと思います。先ほど布団めぐった時に電源がオンになってたので、それで気づきました。ずっと熱さられている状況だったので、せめて電気が止まってたりねしてたら、もう少しマシンだったのかなとは感じますけれども。もしもし。もしもし。あ、お世話になります、すいません。本日なんですけれどもね、管理会社さんに言われているマンションのお部屋の特殊清掃の方遺品整理入らせていただきたいと思います。はい、すいません、よろしくお願いします。で、あとまた何かわからないこととかあればご連絡させていただきますので。わかりました、いつでも、はい、はい、見ますので、はい、よろしくお願いします。こちらこそお願いします、はい、お願いします。引き続き2件目の依頼が来ました。先ほど、はい、はい、またこちらの部屋も綺麗に、はい、片付けて、はい、整理しましょう、はい、では行きたいと思います。もう全撤去ということで聞いてるんで、はい、エアコンはそのままで、まあ、一応重要書類とか個人情報的なものがあったらそれは避けておいてください。はい、玄関前からもうやっても動線通路を作ってください、はい、じゃあもう進めていこう。先ほどの現場ほどではないですけど結構匂いしますね。そうですね、しますね。今がもう6月の後半なので暑い時期になってくると遺体が腐敗する速度も速いので、まあ、同居人の方がいらっしゃるということで、まあ、ここにまだ住みたいというご意向なので、まあ、我々はこの遺品整理だけを受けたまわっております。あ、本当ですね。業務用ボトルですね。貴重面の方ですね。部屋自体が綺麗なの。薬。ちゃんとしてる。時間が効かない。
すみません、この度はお依頼いただいてありがとうございました。あの大変な思いされただったかと思います。はい、あの今回第一発見者、はい、その時こう発見された時のお気持ちってどんな、はい、びっくりしましたよね。震えてます。あ、やっぱりそうですよね。何もこのまで100頭がっていうのをすぐしました、はい、あ、そうですか。すごい大変な思いされた。初めて生まれて初めての経験ですけど、本人もまだよく知ってましたので、ね、はい、まあ、多分お酒で亡くなるであろうというのは私が感じたことなんです。何か持病とか持ってらっしゃった。多分糖尿病。あ、糖尿病ですか。血圧が220ぐらいあったんです。はいはい、すごいですね。で、病院も行かず、親兄弟にも連絡せずの状況でここに至ってたので、多分ここで行くんじゃなかろうかっていう予想はしてました。だから私、仕事終わり帰ってきてもここで寝泊まりのあんましなかったんです。ああ、そうなんです。ホテル泊まってました。掃除だけしてね。ああ、そうなんですね。ずっとこう連絡が取れなかったとか、そんなわけではなかった。連絡取れなかったです。おかしいな、ひょっとしたらとは思いながら帰ってきた。まあ、じゃあもうちょっと恐る恐る。はい、恐る恐る。実際玄関のドア開けられた時、はい、こう匂いが。もう外で匂いしてます。外で、はい。実際こう近寄って見れました。ご覧になられて。見ました。あ、見れたんですね。はい、下ははっきり見ました。あ、そうです。はい、熱風呂はっきり見ました。かわいそうですよね。そうです。力が自分自分でした。でもよかったじゃないですか。部屋ですね、あちこちでふらふらして死ぬように。そうですね。こういう職業の方もいらっしゃるんですね。確かにいますね。それの専門で。もう探せなあかんとこでした。次の範囲に行かないでってよかったなと思ってます。今こちら大阪市内ですか。大阪市内でだいたい平均で1日3件ぐらいの孤独死が発見されるっていうデータが出てるんです。ああ、ちょっと拝見しました。 YouTube 拝見しました。ありがとうございます。まあ、それだけこう、ね、やっぱり高齢者の方全国的にやっぱり日本という国がやっぱり多くて、年々、まあ、いわゆる孤立死、はい、死がすごい増えている状況なんですけど、それについてどう。いや、私はもう個人的に自分はもう気をつけると思います。友人と連絡を取っておいて、はい、親しい中の人は何人かいますので、はい、必ずその住所と、連絡を取っておいて、もしなかったら連絡してくれるように、はい、必ずそういうのしてあります。まあ、弊社といたしましても、ね、そういう孤立死であったりとか孤独死をこう何か防げることはできないかっていうようなことを日々防げるようにするのは苦労しかないですね。そうですね、まあ、自治体であったり、はいはい、政府の管理する人が多いかですね、いやると思うんですけど。このためすみません。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではもう仕上がりましたので、はい、本当に何もないですね。はい、もう内装も全部スケルトンにして、壁から天井から床まで全部、まあ、解体してからもちょっと匂いがかなりついてたので、はい、まあ、脱臭の作業もさせていただいて、もう今現状匂いが、はい、結構強めに匂いがあったので、本当に取れるのかなって心配だったんですけど、ああ、ないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、本来これぐらいの平米数の部屋ですと、まあ、オーブン発生器も1台あれば十分なんですけれども、ちょっと4台入れさせていただいて機械回しているので、かなり強力に取れてると思います。ですからもうこのまま、ね、あのリフォームされてお部屋使っていただいても出てくることはないと思いますので、はい、自分たちだけではなかなかここまでできないので、ありがたいです。ありがとうございます。特殊施設を遺品整理している中でですね、ちょっとまあ重要書類とか貴重品っぽいのが出てきたので、はい、ちょっとこれ保管してましたので、はい、ちょっとこんな感じしますし、はい、なんか郵便物とか、あと個人情報も見たら、パスポートとか、はい、管理会社としてご遺族の方にこちらはきちんと保管しさせていただこうと思いますので、お聞きいただいてありがとうございます。まあ、今回ですけれども、まあ、こちらのお部屋で孤独死があったということはどうやって気づかれたんでしょうか。最初は弊社のスタッフが物件のこのフロアで、まあ、少し匂いが気になると、エンジンの対応者がいないかで、うちのスタッフが、まあ、事務所に聞いてきたことが始まりで、はい、まあ、このフロアの滞納者さんをちょっと調べてみたら、はい、今回遅れてるなっていうことで、はい、まあ、この住人さんに電話してみたり、お部屋ノックしてみたりしたけれども、ちょっと連絡が取れないし、まあ、実際このお部屋の前まで来たら、まあ、匂いがすごかったので、まあ、これはもしかしたら中で、はい、で、いうのがあって、まあ、警察に連絡したっていうのが流れにあります。体調がね、良くなくて病院に通ってるっていうのは、まあ、家賃を払いに来られた時におっしゃったり、体調があまり良くなかったのかなっていう認識はあるんですけど。じゃあ、もともと住人の方とも結構交流はあったんですか。交流というか、まあ頻繁にはなくて、はい、体調に悪くなられた時だけ、今ちょっと入院してるから急に連絡を、去年の秋ぐらいですね、もらったことはあります。大体どれぐらい、まあ、家賃の滞納何日ぐらい遅れたらされたんですか。コンスタントに入金されてる方が遅れたりとか、来たらやっぱりちょっと負担が違うなと思いますし、まあ、毎日見かける方を見かけなくなったりとかしても普段とは違うなと思うので、まあ、そういった方にはこちらからも見学していくようにしたいなって、まあ、今回ねちょっとこう立て続けに来てしまったので、気をつけていきたいなとは管理会社としては思いましたね。こういうお願いがねない方がいいのはいいんですけど、やっぱりあるこの先もあるのかなと思っていて、またご相談させていただくことがぜひぜひ、はいはい、あるかと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。作業をしていると時々この方はどんな状況で亡くなっていったんだろうと想像することがあります。もしかしたら誰かに助けを求めようと苦しんでいたのかもしれません。そして発見が遅れてしまうと、遺族が個人のご遺体と対面することもできなくなってしまいます。独居高齢者の件数がこれからもっと増えていくことを考えると、社会として、個人として、そして一事業者として、こんな悲しい状況は何とか食い止めていきたいと思いますね。